小林さん、河野玄斗が生徒全員を東大に受からせたって本当ですか？これ本当なんです。何度かショート動画でも話題にさせていただいている河野玄斗さんですが、ご自身で YouTube をやるほか、河野塾イズムという塾を運営しております。その中で河野塾イズムや河野玄斗さんの考え方をベースに東大受験企画を YouTube でやっていらっしゃいました。何人かの受験生の方がいらっしゃったんですが、なんと東大を受験した方全員が合格するという快挙を成し遂げたそうです。その他にも理科士科に合格した受験生の方などもいたそうです。さらにこういう話をすると、もともと全員 A 判定だったんじゃないのっていうふうに言われてしまうかもしれませんが、受験した方々はもともと夏の模試でもC 判定とか、場合によっては E 判定ぐらいだったんですね。なので、かなり成績を伸ばして合格したということで、めちゃめちゃ話題になっております。実際に、河野塾イズムさんのホームページでは、アクセスが集中し、一時はホームページにアクセスできない状況もあったそうです。これからも活躍していく河野玄斗さん、これからも YouTube、ご自身の塾、いろいろな面で目が離せないと思います。皆さんも、ぜひ興味があれば、チェックをしてみてください。